各部隊に通達。本作戦の指揮を取るサイコムのロッシュだ。今や国軍全体がハルスの影に怯えている。これ以上ルシの暗躍を許せば破滅的な混乱が生じるだろう。我々政府軍が命を懸けて守ってきた国軍の平和と安定が崩壊するのだ。ハルスのルシは人々を脅かす敵である。確実に抹殺せよ。いかなる犠牲を払っても構わん。以上。失敗すれば市民が犠牲になるのだ。特殊機動小隊到着。作戦行動を速やかに開始せよ。はっ。突破しましょう。とにかく駅まで行けばエデン行きの列車が。こんな事態で動いていると。止まってたら乗っ取って動かせば。そのまま政府の中枢に殴り込みか。国軍の敵らしくなってきたな。野良作戦ですから、母さんの仇はスノーだけじゃない。政府にも責任取らせます。戦うって言い出したのはライトさんじゃないですか。遠回りなんかしたらいつ化け物になるか。この近くに地下に降りる入り口があります。もう使ってない入り口だから軍隊も知りません。地下を抜ければ町に入れますよ。わかった。こっちです。サイコムは本気だな。メンツを捨てて警備軍を動員してる。古い排水溝があるんです。中を通れば敵には見つかりません。地下の入り口はその先です。
悪くない勝ち方だ。
イトさん。セッ、ハッ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 よっ、ハッセッ。助かった。ヤッハッ。指示通り動いてみろ。ハッ。俺。セッ。ハッ。ハッ。セッ。
大丈夫ですよ。あの入り口を知ってるのは子供だけなんです。すぐに見つかる。応援を呼んで徹底的に捜索するはずだ。じゃあ急ぎましょうよ。この道、町のどこに通じている？奥まで入ったことは。これから探検だな。そうです。
Huh?
彼に任せよう。ライトさん、助かった。食料を作る政府のファルシです。
確かカーバンクル、あれも敵なんですよね。パルスの武士にとってはやるか。あいつを潰せば食料不足だ。恨まれるだろうな。恨まれるどころか憎まれてますよ、とっくに。ああ、もう十分さ。食い物の恨みまで背負えるか。
ライトさん、ホップ、ついてこれるな。バックアップする。指示通り動いてみろ。スイッチ。ハッハッハッ。勝ちは勝ちだ。政府と戦うルシなのに政府のファルシを目印に進むなんておかしいですね。気にするな。生まれた時から頼ってきたんだ。食料どころか光も水もみんなファルシに任せてる。実際、コクーンはファルシのための世界なんだろうな。人間なんて、寄生虫だか害虫だか。そうですか。人を世話したり守ったり、ファルシって親切ですよ、普通の人には。多分、人間が好きっていうか、大切で、ペットみたいに。人間は飼われている。そうか、そういうことか。私は飼われていた。ファルシが支える世界で生まれて、ファルシがくれる餌で育った。飼われる生き方しか知らなかったから、その生き方を奪われたら簡単に見失った。飼い主に捨てられてただ迷うだけだ。ホープ、聞いてくれ。ルシにされて私は何もかも見失った。先は見えない。希望もない。考えるのも嫌になって、だから戦った。戦っていれば何も考えなくていいから。現実逃避だ。そんな戦いにお前を引き込んでしまった。
あの、何がなんだか。野良作戦はやめよう。どうして？ライトさんが戦えって言うから。私は間違っていたんだ。何なんです？戦え、迷うなってけしかけたのに。見捨てるんですか？見捨てはしない。私が守る。今更やめるなんて。全然わかりません。僕らは武士で、いつか化け物で、国運の敵じゃないですか。野良作戦がダメなら、黙って死ねってことですか。戦うなって意味じゃない。だったら、どういう戦いならよくて、何がダメなんです。私も迷ってる。ただ、希望もなく戦うのは、きっと違う。希望ってないですよ、ルシなのに。ホープだろ。こんな名前捨てたいですよ。私と同じか。親が死んで、セラを守るために早く大人になりたくて、私はライトニングになった。親にもらった名前を捨てれば子供じゃなくなると思ったんだ。子供だったからな。ライトニングか、光って消えて何も残らない。守るどころか傷つけるだけだ。セラが話してくれたのに、信じようともしないで。
けた。本当にお前がルシならば始末するのが私の仕事だ。ひどいよ。ただ傷つけた。おーい、早く。悪い悪い、遅れちまって。もう、まったく。ずいぶん待たせたな。信じたのはスノーだけか。やめてください。あいつの話は嫌でも考えちゃうんですよ。なんでこんなことにとか、この先どうなるとか。そのうちあいつの顔が浮かんで笑ってるんです。母さんが死んだのに。分かってます。どうにもなりません。許せないけど、やり直せないし、帰ってきません。でも戦っていれば辛いこと考えないで済んだんです。諦めたら楽な気がしてきて。でも急に希望なんて言われたから。ごめんなさい、ぐちゃぐちゃで。私のせいだ。家に送ろう。どうして？希望もなく戦うのは生き方じゃない、死に方でしかないんだ。
お前にはホープのままで生きてほしい。だから命は私が守るけれど、希望は私も見失っている。でも家族なら、今さら父さんに会ったって、どうせ希望なんて。昔から僕が何言っても聞かないのに、ルシの話なんか信じるわけない。あいつは信じたんですよね。パルスのルシュの潜伏先を特定したと発表しました。パルスのルシュの身柄を拘束し、公開処刑を実施するとしています。潜伏先とみられるパルムポルムから中継でお伝えします。相手はルシュだ。確実に仕留めろ。二人と思うな、二匹と思え。私が突っ込む。死ぬ気で逃げろ。でも生きてくれ。どうするこの数、まともに突っ込んだら、うん、まともに突っ込むバカが2匹と。バング、頼む。姉さん、聞いてくれ。早く行け。セラは助かる。蘇るんだ。ホープを守れよ。バカ三匹目か。いたぞ、いいやつだ。ご無沙汰。Yeah.
クールに行くぜ。最高だったぜ。Ugh!